できました。よくやった。洗濯は、高いところの作業もあれば低いところの作業もありますので、そういった、高所在宅にいながらして遠隔で仕事ができる、あるいは、少し障害があっても物理的にそっちに通えなくてもこのロボットを活用してサービスができる、あるいは海外の人が言語に依存せずにこのロボットを使ってサービスができる、まあ、そんな世界をですね、ぜひミラロボティクスさんと一緒に作ってまいりたいというふうに思います。お風呂掃除ですとか窓拭きですとか、また不在時に荷受けをしたりですとか、もしくは病気の方とか、ご老人が住まれているところでは見守りをしてあげたりですとか、あとはペットがいるご家庭であればペットの世話として、おしっこシートを変えてあげたりとか、そういった細々とした毎日行うような仕事をこのロボットを介して提供できればと思っております。